小柳ルミ子さんとの結婚で注目された大隅健也さん。一回り以上の年齢差で、かつ格差婚と言われ大きな注目を集めましたが、結婚11年目にして離婚しています。離婚の際、小柳さんからある選択を迫られたようですが、それは衝撃的な内容でした。一体どんな選択を迫られたのでしょうか。その内容について紹介します。大隅健也さんのプロフィール。本名大隅健也。生年月日1965年10月26日。出身地静岡県浜松市。身長178センチ。血液型 A 型。学歴日本大学芸術学部。所属事務所キューブ。経歴。大隅健也さんは静岡県立浜松北高校2年生の時に映画サタデーナイトフィーバーを見たことがきっかけでプロのダンサーを目指し始めました。ダンサーになるべくダンス教室に通い始めましたが、その教室にはダンス好きだった母親も通っており、大隅さんは当時のことを同じクラスで踊っているのは恥ずかしかったと語っています。大学進学を機に上京し、入学直後にダンススタジオに入って本格的にプロのダンサーへの道を歩み始めました。その後バックダンサーとして活躍し始め、ブロードウェイミュージカルにも出演し、徐々にその実力が認められ世界でも高く評価されるダンサーとなっていきました。名作ミュージカルシカゴの来日公演においては日本人で唯一のダンサーとして出演し、振付総監督の下で振付助手としても活躍しています。スピード結婚の経緯は、大隅さんは1989年23歳の時に女優の小柳ルミ子さんと結婚しました。大隅さんが小柳さんより13歳年下であることや、当時は大隅さんの知名度が低かったことから格差婚と言われ話題になりました。二人は入籍する1ヶ月前に大隅さんが小柳さんのディナーショーへ出演したことで出会い、交際が始まってからわずか2週間という超スピード婚でした。クリスマスイブに付き合い始め、年明けにプロポーズした大隅さん。そのきっかけは付き合い始めた1週間後の紅白歌合戦で小柳さんのバックについたことでした。その舞台で大隅さんは小柳さんの後ろで踊りながら高揚感を覚え、すぐに結婚を申し込んだといいます。総費用3億円をかけて結婚式を挙げ、式では息の合ったダンスを披露しました。大隅さんは当時を振り返り、小柳さんのバックにつくことは男性のダンサーからするとすごいステータスだったと語る一方で、冷静な自分を見失っていたかもしれないと明かしました。離婚理由と究極の選択を迫られ、結婚後は芸能界を代表するおしどり夫婦として仕事でもプライベートでも仲睦まじい姿を見せていました。しかし結婚から11年が経った2000年、二人は離婚しました。当時を振り返り、大隅さんは、人間不信で夜も眠れず、神経はボロボロだったと振り返っていますが、離婚原因は大隅さんの浮気が原因であると報じられました。離婚した年、小柳さんに浮気をしたと自己申告した大隅さんは、離婚したいと言って、家を飛び出したそうです。実際には5年ほど前から離婚したいと思っていて、あえて浮気したとも報じられ、実際に離婚する3年前から週刊誌で大隅さんの夜遊びや浮気疑惑が報道されていました。また離婚原因の一つとして子供を持つか持たないかという問題があったことも噂されています。大隅さんは
子供が欲しかったのが、仕事を続けたかった小柳さんが反対したそうです。大隅さん本人は離婚理由についていろいろあったと話すにとどめ、小柳さんのおかげでいろいろな仕事をしていく中で、俺がやるんだ、俺が守るんだという意識になってしまったと明かしました。その一方で小柳さんに対しての感謝の気持ちも話しています。小柳さんは離婚の条件として大隅さんに対し、以前のような無名のバックダンサーに戻るか、慰謝料1億円を支払うかのどちらかを選択するように迫ったそうです。その結果、大隅さんは1億円を支払うことを選択し、生活費をギリギリまで倹約しながら6年かけて全額払い終えたといいます。離婚後の2006年、大隅さんが出演する舞台グランドホテルを見た小柳さんは、大隅さんの楽屋を訪れダメ出しをしたそうです。大隅さんの舞台での立ち姿がダンサーの立ち方だったため、役者として立ちなさいとアドバイスを受けたといい、大隅さんはすごく嬉しかった、大先輩として尊敬しているし感謝していると話していました。再婚相手は、大隅さんは2013年47歳の時に8歳年下の女優でダンサーの岡千恵さんと再婚しました。岡さんは演出家の宮本亞門さんが日本で5本の指に入るダンサーと絶賛するほど優秀なダンサーで、2002年には文化庁の在外派遣員にも選ばれ、2年間にわたってニューヨークで歌と演技を学んでいます。そんな岡さんと大隅さんは2004年にミュージカルで共演したことが最初の出会いでした。そして2010年にミュージカルカーテンズで再び共演したことで交際が始まったそうです。その後3年の交際を経て結婚。岡さんは自身のブログで大隅さんについて、長年のお友達、気の合う仲間、そして尊敬できる先輩、一緒にいてこんなにも安心でき、一人でいる時よりも心が自由になれるパートナーに出会えたと綴り、幸せをかみしめていました。現在は？現在、大隅さんはダンサーだけでなく、演出家や振付師、ミュージカル俳優などマルチに活躍しています。そのダンスの実力は世界レベルで、2015年には自身が初めて手掛けたダンスショー、コネクションが話題になりました。世界的に活躍する6人のダンサーが出演したこのショーでは、演出、構成、振付を大隅さんが担当し、自らもショーに出演し、盛り上げました。2020年には音楽劇プラネタリウムの双子に出演しています。その他にも講師としてダンス教室でダンスを教えたり、大阪芸術大学舞台芸術学科の客員教授を務めるなど多方面で活躍しています。近年は振付師としての仕事も多く、2021年のミュージカルショータイムでは役者兼振付師として舞台を支えました。現在も幅広く活動する大隅健也さん。小柳さんとの結婚で有名になりましたが、その後は自身の実力で今の地位を築いていましたね。離婚時の慰謝料の選択も辛かったと思いますが、無事に支払い終えてよかったです。これからも多岐にわたる活躍を応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか？これからもダンスの魅力を伝えていってほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。